津市行政情報番組まるっとつガイドです。今年も花粉症の方には辛い季節がやってきました。今年の花粉の飛散量は昨年より少なくなると予想されていますが、油断は禁物です。マスクや眼鏡の着用、うがいや洗顔、花粉がつきにくい服を選ぶなどの対策で花粉から身を守り、この季節を元気に乗り切ってくださいね。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。町の出来事では、4日火曜日、市役所本庁舎で職員の災害対応力の強化を目的に、平成25年度第3回津市災害頭上訓練が開催されました。5日水曜日、市市町高野にある私立高岡幼稚園でワクワク料理教室が行われました。市内の小学校を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢小学校編。今回は私立修正小学校と私立高野尾小学校を紹介します。各総合支所から地域の魅力やイベント情報、また地域で活躍する団体や個人の取り組みなどについてシリーズでお伝えするコーナー、9つの宝箱。今回は三郷総合支所から三郷水源の森を核とした美しい里づくりをお送りします。以上の内容で今回のまるっとつガイドをお送りします。